嘘やろ。そりゃ怒るよ。なんやねん今の。バウアーいじめがひどすぎる。そりゃバウアー切れるわ。宮本、プロ野球じゃない。三浦ニヤニヤで草。久々にレベル高いベースボール見たわ。意味わからんくて草。誰でも怒るわ。ガチでファック言うとるの初めて見たわ。これアマチュアでもやらんだろ。久しぶりに伝説級のベースボール来たな。鳥肌立ったわ。NHK で放送事故。誰だってブチギレるわこれは。これは本当にレベル高い。ただのエラーとかはどうでもいいがやばい。さあ、完全に魔法解けてるな横浜。バウアーよこれがベースボールだ。ついにバウアーにベースボールをお見せした。地方、NHK で F ワード連呼。何年野球やっとるねん。高校生の方が秒殺プレイうまいぞ。NHK でファック。バウアーもっと怒ってええよ。放送事故や。誰でも怒るわこれ。最近で一番震えたわ。怒るかっこバウアー。バウアー怒るチンプレイとか書いてたけど何があったんや。ここで打たれたら再来週の YouTube 楽しみすぎるだろ。スポナビやけど西一二塁で挟まれるってどういうこと。ガチギレで草。怒りの100マイルあるで。 F5 連発してて草。みんな適当すぎて草。その後ピッチャーゴロを捕球して自分でベースを踏みに行くバウアー。ああ。内野信用してなくて草。誰も信用してなくて涙出ますよ。時計って言いながら走ってて草。ドラゴンボールとの融合や。これがイベントやぞ。イニング間なんてお遊びや。まだブチギレてて草。バウアーが誰も信用してなくて笑うわ。バウアー面白い。よりにもよって NHK でこれはほんとすげえよ。ベイスターズ国営でこんな試合を見せしていいんか。ブチギレたままベンチ裏に消えてて草。バウアーやっぱ縮小で面白いわ。怒りの緊急帰国あるで。こいつほんま面白外人やな。エンターテインメントを理解しすぎた男。